こんにちは、ヨッシーです。本日はご質問いただいたことにお答えしたいと思います。本日いただいた質問は、コスパのいいバッグをもっと紹介してほしいということでした。リクエストいただいた方、ありがとうございます。これですね、あるわけですよ。ネタがあるんです。紹介します。以前にもですね、忍者フーディーみたいなものを紹介した CCPFM というブランドからリリースされている、もう10年以上リリースされているロングセラーのこちらライクラサコッシュです。これがとってもいいんですよ。もう本当体に吸い付くような形になってまして、形はこういう形になっています。なんかね、すごくシンプルな作りでして、ここの部分は本当立ち切りになっています。でもですね、ほつれたりすることはありません。そしてここにキーリングがついています。キーリングですね、ここに鍵を引っ掛けることができるわけですよ。キーリングがついている側が布が高くなってるんですね。位置がこういう風に高くなっていきますので、こういう風に鍵をつけるじゃないですか。こういう風に鍵をつけると、ここがフラップの役割をするんですね。こうやってこう閉じるわけですよ。これね、こうすることで中身のものが飛び出しにくくなるっていう作りです。で、こうやって鍵がうるさいなと思ったら、まあフラップにはあんまりなんないんですけど、こうやって中に入れちゃってもいいと思います。これがですね、非常に使い勝手が良くて、でライクラなんですごい伸びるんですよ。ライクラという素材を皆さんご存知でしょうか。意外と身の回りにはあるんですけれども、まあ簡単に言うとですね、超ハイテクポリウレタン繊維です。ライクラというものは、59年にアメリカのデュポン社が、発明して開発した、ものです。で、日本ではですね、1960何年かにトーレ・デュポン社っていうものがあるんですよ。そこが販売しています。それでですね、蜘蛛の糸のように細くて透明で、で引っ張ると4から7倍ぐらい伸びるんですよ。でゴムのように縮むっていうのがライクラの特徴です。超高品質なポリウレタン繊維なんですけれども、ライクラというものは単品で使われることなく、他のものと混合されながら、まあそうですね、これ以上ライクラの話をすると、その生地の話になっちゃうんで、まあ、そういう素材なんですよ。伸びるし縮むっていう素材だと思ってください。でこれがその素材なんですけど、CCP 以前にも紹介した通り、自転車に乗ることをテーマに服を作ってたりとかしますんで、チャリ系のテックウェアですから、これもですね、こういう風にこう伸びるんで、このままこうグイッとできるんですよ。こういう感じで持つことができます。そしてですね、今は先ほどの言ったように、ここにこう鍵がついてますよね。で、まあ、鍵をこういう風にしとくと、まあフラップのようになるっていう、これがこう斜め掛けの状態なんですけど、これ非常に薄くてめちゃくちゃ軽いんで、バックインバックにも使えるし、外国行く時にこういうの持っていくと、本当にスーパー行った時とか非常に便利ですね。でちっちゃいんですけど、意外と物は入るんですよね。じゃあ文庫本とかですね、先日紹介したヘイブンの本とかですね、じゃあ財布、この辺こんなに入れても全然平気なんですね。まあ後ろにするとこんな感じになります。これすごく汎用性が高くてですね、まあ、こういう風に斜め掛けで使ってもいいですし、あとはまあそこまで重くしなければなんですけど、ポケットとかがついていないパンツを履いているときは、こういう風にウエストにしちゃってもいいかなと思います。まあポケットみたいなもんだと思えばいいんですよね。まあ、そんなにがっちりホールドはしないですけど、まあそんなに財布とスマホぐらいだったら全然平気ですね。まあ、こんな感じで使ってもいいし、僕は結構きれいめなステンカラーコートの首元にしたりするとかっこいいと思うんですよ。こんな風にステンカラーコートの襟にこうやって置いておくっていうのもなかなか面白いと思います。財布とかね、こういう感じでここにポケットができるってすごく、ね、便利なんです。
そんな感じで持っとくのも僕はありだと思います。基本的には斜め掛けっていうのがブランドの狙いだとは思うんですけれども、これも僕はコーディネートとしては面白いんじゃないかなというふうに思っています。それであのこんだけ使い勝手がいいですね、軽量でかなり使い勝手が良くて、あのコーディネートの可能性もいろいろ広がってチャリにも最適なこのライクラサコッシュはですね、 CCP さんさすがの価格設定で2000円です。でこれより一回り大きいバイサコっていうのがあるんですよ。これは3000円ぐらいだったと思います。これねめちゃくちゃ安い、これかなりおすすめですよ。バッグの中にもう1枚入れといてもいいっていう感じの、あの本当にクシャクシャクシャってちっちゃくなるんで、めっちゃこれまあイメージしたらわかるかもしれないですけど、ライクラってそもそも水着とかにも使われるような素材なんで、だからこうですね、こうやってもうこんな感じにすればもうこんぐらいになりますから、これをバッグの中にポイッと入れとけば、そのバッグの容量がいっぱいになった時にこいつをこう出してさらに買い物することができるので、なんかねスーパー行く時とかにもすごく味方になるという、日常的な場面でも活躍が期待できるというあの CCP の驚異的なコスパのサコッシュです。今回はですね、ハイコスパのバッグを紹介してほしいというご要望にお応えして CCP の、ライクラサコッシュを紹介させていただきました。2000円なんでね、驚異的なコスパですから、ぜひ、買ってみてくださいということで、ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram やっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。続けていくモチベーションになるんで、コメントいただいたりとか、あとは、なんか話してほしいことありましたら、コメント欄にお願いします。失礼します。